Hi everybody, how are you doing? I'd like to talk you how to build an English brain by yourself. I would recommend you to do shadowing if you like to speak English well. Let's get started. はい、みなさんこんにちは。ペラペラ英語を話すための英語 の作り方を伝えています。英語のって一体何なのとかっていうところがあるんですけども、要は英語を理解して使う、こなす能力の、ための脳ですね。聞くこともできるし話すこともできます。で、一番肝心なのは、聞いた話したことを日本語で理解しているということですね。で、それが多分一番大変だと思います。発音は、手順間違えなければ誰でもできますし、あと英語 そのスピードですね、練習してくれば誰でもなれます。ただ厄介なのはそれよりもパターンがうんとたくさんある英語の何を言ってるか日本語に変換するとこれちょっと辞書のまんまでは通じないな。それがイングリッシュコンフリヘンションです。その理解力ですね。で、それがね、厄介ですね。まあ今日はでもイングリッシュコンフリヘンション難しいやつじゃなくて、今度は聞き取れないですね。これ早く言うと聞き取れない。まあ日本語で、ねえ聞いてって簡単に、まあ僕らもですね、ねえ聞いてってこのぐらいのスピードで言いますよね。で、ネイティブスピーカーは、それを、Look, did you hear? ね、このぐらいで言ってきます。Look, did you hear?Look, did you hear? 何回も聞いてくれば分かると思いますけど、ね、1回で何か言って、Look, did you hear? えってなるのが圧倒的に多いです。これは英語のスピードに慣れてないからですね。英語のスピードは、日本人よりは、日本人の普通の会話ですね。僕、これちょっと早くしたと思いますけど、大体これの話しているところの 1.5 倍ぐらいは早く喋ってます。これが日常生活の会話のスピードになってきますんで、英語の字幕スーパーなしで映画を楽しめようとか、ネイティブスピーカー同士の会話に入ろうとすると 1.5 倍のスピードで切り替えないとダメです。ただ僕も普通にこの 1.5 倍の話スピードでネイティブスピーカーに話せるかって言ったら話せないです。聞くのは 1.5、ね、のスピードで上げないといけないですけど、話すときはちょっと無理だと思います。舌がそこまで回らないですね。でもそれをいかにして練習するのかはシャドーイングです。今日もサウスパークシャドーイングしてみたいと思います。こんな感じです。 She wasn't a hero. I just said she isn't a hero to me. I didn't like the person George was talking about. I don't know how to react to it now. Her. Yes. Ew.That's not used about us. That's why we're going to start to make a positive change. Get a beard and walk. Let him walk. How can you be able to do it? Well, that's fine. Everyone just kind of keep her mouth shut. It gets kind of nice. She's a teenage guy. They live with her alone. All except for who? Well, then they make her the main target. Kyle? My friend, Kyle?Eric, what are you doing? I don't have a choice. I have to take these people to it out. I don't agree with them. I do. But I have to help Cal. He said, I don't agree with him. He hates wicked assault. Kindly, you made what I was once mistaken at the chance of starting a hero. But, this is when the standard by the cops are killing and destroying the fire. I'm going to lose this. These people watch for us. But I'm going to need a 200% mixed on the with dark scratches. Well, okay.はい、早いですよね。僕も舌がついていけない時があります、ね、このスピードで喋るのはやっぱかなり練習しないとダメだと思いますけども、手順を間違えなければどなたも、ね、聞く耳はまず取れます。それからイングリッシュコンフリケーションも取れます、ね、手順とは何って言ったら、一番最初に英語のシーンを出せるように、肺から強く音を出すことね、それはどうやってやるかって言ったら、肋骨の筋肉、横隔膜を緩めて腹横筋という筋肉を鍛えると英語の子音単音が出せるようになります。で、それが出せるようになったら、今度はシャドーイングって言って、このスピードに慣れるために、脳から、脳にね、このスピードに慣れるために聞いて同じ音を話してみる、ね、そのことが、大切です。そして最後は、分からない単語、知らない単語はルックアップして、どんなものが書いてあるかね、見てください。で、それが日本語に直すのが、日本語に変換するのが一番大変です。まあそこは、何回も、なんていうんですかね。まず聞いて話して理解した。だのそれが、英語の単語を調べるところまで行ったら、まあそれは正直な話は、お金をかけて通訳の人にそれを、どんなことを言ってるのか聞くのが一番早いです。で、お金かけたくなかったら自分で探しますけど、まあ
ある程度分かってくれば、あとは自分の単語の羅列を、調べるだけなんで、最初はちょっとお金かかるかもしれないですけども、おすすめは通訳の人がある文章をものあるものを拾ってくるか、文章が何て言うんだね、あ、例えば英語のアニメ見てても日本語で書いてあるようなアニメを見つけてくることですね。だそれは有料のそうですね、Netflix とか、それから、まあ、映画でもいいですよね。日本語字幕がついてるやつあります。それを自分で、取ってきて、ただ問題なのは意訳されてるんで、日本語にこういうような感じだよって言ってるだけなんで本当の英語じゃないんですよね。でそこがちゃんとまず英文を英文で理解して、でも日本語の意味はこんな感じだなが大切ですね。それは誰でも、時間かけれないとできないと思いますけども、頑張ってみてください。それでは。